んにちは、林もふるんです。今日はですね、クリップブックをの2月の月間マンスリーを記入したり、ちょっとデコったりしていこうかなと思っております。2月がね、1月がこんな感じ、2月がまだあんまり綺麗にできてない状態です。こんな感じね。なのでちょっとですね、どうしようか、ちょっと電気が光って見えちゃいますね。これをどうしようかなと思って、カスタマイズというかデコルというか、そうですね、まずはマステを貼っていこうかなと思います。2月なのでバレンタインだから、バレンタインっぽい感じにしようかなのこのマステ、キャンドゥだったな、キャンドゥで買ったマステを、チョコレートのマステを貼っていこうと思います上手に切れるかどうかわかんないんですけど、やってみましょう。これが上かな。で、前にも説明したかもしれませんけど、私は上から貼っちゃうので、いけない、ラミネートの上から貼ってしまったので、ちょっとこれをベリッとしまった。いけない、いけない、いけない。といってここ側なので、ここで一旦切りまして、ここももう一段、3段ぐらいいけるかな、3段ぐらい貼れるかな。ここは切ります。1段ぐらいいけそうですね。こんな感じで、ちょっとここが気になりますけど、気にしないで、ちょっとここは、あ、剥がれやすい、これすごい、いまいちかな、もう一枚のかな、うん、ここも後ろに合わせて切っていきます。もうちょっと切った方がいいか。でやっていくと、ちょっと空いたところに切っていこうか、ここ気になるから。ごまかすためにやろうか。これやって、まあ、事務的じゃなければね、事務的なスケジュール帳というか、あのマンスリーの用紙じゃなければこんなことする必要はないと思うんですけど、私のはどうしてもシンプルなので、なんだ、何か貼りたくなる衝動に駆られます。ちょっとごめんなさいね、カッター使いますよ。あんまり意味がなかったかもしれない、 やった意味が。そうでもないか、ここがね、ちゃんと貼れてほしいんですよ、綺麗に。こうやってやった方がいいかな、ぐるっとぐるっと後ろから、よいしょ、後ろからぽい、回ってこないかな、よいしょ、止まりませんね、ちょっとうまくいかなかったよいしょ、これがどうなっているんだ、これがまっすぐにならなきゃいけない、よいしょ、こんな感じになりました、ちょっとね、まあ、綺麗じゃないんですけど、まあいいでしょう、よしとしましょう。でこっちも同じように貼っていきます。ではちょっとカッターで浮かして切って、よいしょ、あまり綺麗じゃなかったな、ちょっと、よいしょ、切れちゃうか、
できなくて大丈夫でした。良い子は真似しないように。よいしょ、ついた。あまり綺麗に貼れないんですね。これ粘着力がいまいち、いまいちだな。今一つ。あんまりメーターがないのですぐなくなっちゃいそうですね、これ。使う機会なさそうだけど。よいしょ。こんな感じで貼れました。ピンクいい加減卒業するとか言ってなかなか卒業できない。ダメだ。こんな感じでちょっと真ん中を切ればまあまあ綺麗になるかな。こんな感じでちょっとデコりました。あ、こっち切ってないね。別に季節は関係なく2月に好きなシールを貼って良いと思うので、これは絶対におすすめです。やったら可愛くなるよ。はい、こんな感じです。私もしかして下まで普通やっていなかった。あ、やっているね。ちょっとこれ失敗したかな。ちょっと上から切れちゃうかな。ちょっと薄く浮かして切ろう。こんなことしたら下切れちゃうんで、良い子は真似しないでください。絶対に真似しちゃダメだよ。下切れちゃうといけないから。よいしょ。あ、でも切れてない。あ、切れてない。どうしよう。まあ一回これで。こう貼った上にどうしようかな。シール、これが私のシールケースなんですけど、よいしょ。あ、揺れた、ごめん。あ、揺れた、失礼。赤いのはどこ、ピンクでこれなんかちょっとうるさいかな。ちっちゃい方がいいんですけどね、本当は。こんな、これはプーリアさんって会社のテープ。フマが可愛いですよね、すごい。なんだろう、どれ貼るか。よいしょ、こんな感じ。シール貼っていこう。やることがなさそうな気が。こんな感じで。感じで貼って、もうあんまり予定が。よいしょ、こんな感じで。これで少し可愛くなるかな。でも予定入っちゃった上には構わず貼ってます。よいしょ、こんな感じでいいかな。ちょっと可愛くなったかな。もうちょっと貼っちゃおう。もう少し貼っちゃおう。よいしょ、よいしょ。こんな感じでいいかな。ちょっとバランス悪い。こんな感じにできました。もうちょっと貼っちゃおう。私あんまりとも引きとか戦勝とか見ないんで、ここら辺の間にいてしまう。よいしょ、こんな感じ。よいしょ、でいいかな。感じで、あまりこんなやり方よろしくないのかもしれないですけど、私は好きなのでやってます。まあ、よかったら皆さん、まあ、もしスケジュール帳が白い感じがしたら、こうやると多少見栄えが良くなる
そう、うるさいですけどね。逆に言うとうるさいっていう話もあるんですけど、私は決して嫌いじゃないので、こうやって色いじってます。なんか物は持ち物地味にしようと思ったら、やっぱり中身おばちゃんになるにつれてあれですね、あの派手になっていきますね。こんな感じで出来上がって、これが1週間コンパスとあとフランクリンプラナーついてたやつね、これ両方。押すと開きやすいんで、ついてると開きやすいんで。こんな感じです。あとはどうしようかな。ピンクに合う色ってなんだろう。紫？紫合うかな。紫合う。ピンクにピンクはうるさいかな。水色とか。目立った方がいいから水色にしようかな。でこれを休みのところに、私は丸というかこう、もう囲っちゃうんですよ。囲っちゃって、あ、休みですけど、この辺。そうすると、分け頭の中で分けられるというか、一瞬見た感じで土日だって。でも日曜始まりの人はちょっとやりづらいかもしれないですね。こんな感じ。よいしょ。にしています。あと今月は、あと休みというか、どうしても出かけなきゃいけないところは病院と、と11日が、何の日？建国記念日だ。建国記念日でお休みでしょ？ちょっと見えないかな？これをこうやっていきます。さてどうでしょう？こんな感じで、ちょっとうるさいか。うるさくなりましたけど。これ撮ってみる？よいしょ。こんな感じで、1ヶ月の予定が。出来上がりました。あとはこれでどんどんまた予定を、あ、この日も休みだ。ごめんなさいね。よいしょ。こんな感じになりました。とだいたい休みの日が分かりやすいですよね。水色で良かったのかな。私のクラス間違ってた。こんな感じです。まだ全然なんかね、入ってない。クリップブックのピーチが発売された2冊か、先行で買っちゃった。でトラマとか連絡来たし、よし、やることやったから。まあこんな感じです。あとはまた来月になったら、来月っていうか2月の下旬になったらやろうかなと思っているので、今月はこんな感じになります。いかがだったでしょうか。ちょっと私の雑なね、ちょっと仕上げになっちゃいましたけど、まあ、こんなもんで1ヶ月楽しくできるんじゃないかなと思っています。今日はね、ちょっと落ち着いた感じに終わらせました。ちょっとね、大人っぽくしたいんで、これからはブル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 。なのでこんな感じで今回は動画を終わりたいと思います。またね、次はどうしよう、なんか何も考えてないんだけど、また何かあったら動画にします。ちょっと大人かっこいい動画を目指してんだけど、ちょっと無理そうだな。なのでまた、じゃあ次の動画でお会いしましょう。林もふるんでした。じゃあまたねー。